アメリカ陸軍航空軍の P-61 夜間戦闘機とは視界の悪い夜間に活動するための装備、能力を持った戦闘機のこと。略称は夜戦、退院義語は昼間戦闘機、ドイツ空軍の BF-110 夜間戦闘機の発祥は第二次世界大戦前に各国が開発した総発複雑護衛戦闘機である爆撃機の航続力の増大に伴い、 従来の単発戦闘機では、護衛機として随伴することが不可能になり、変わってより大型で、航続距離の長い総発副座戦闘機が開発された。しかしながら総発座機は、単発単崎に比して鈍重であり、とても対戦闘機戦闘をこなすことができず、結局は、各国の試みは、失敗に終わった。バトルオブブリテンにおける、ドイツ空軍の BF-110 の実績が、 顕著な例として挙げられる。その後、可変ピッチプロペラの実用化による低燃費化や増装の採用などにより、単発戦闘機の航続力延伸が図られ、総発複座戦闘機は護衛戦闘機としての任務を外された。そこで、各国軍は総発複座戦闘機を偵察機、戦闘爆撃機などとして活用したが、特に有名なものが夜間戦闘機としての任務であった。 爆撃機にとって昼間爆撃は敵戦闘機や降車砲の溶撃による被害が大きいため、時と場合によって精度の低下を感受し夜間爆撃を行う場合が増加した。従来の短座戦闘機では夜間の迎撃は困難であり、それに代わって総発複座戦闘機が夜間迎撃任務に用いられるようになった。操縦士と通信試験防御課金手が役割分担している。 複雑戦闘機の場合は、昼間に比べて視界が悪い夜間であっても照準がつけやすく、またその大柄の機体には大威力の航空機関砲や無線機、レーダーの搭載も容易であり、航続距離の長さは、対空時間の長さとなった。総発機の格闘戦能力では、対単発戦闘機戦闘は困難であっても、対爆撃機戦闘では、問題がなかった。夜間戦闘機といっても用途は、 夜戦だけではなく、夜間での偵察、爆撃なども含まれることがある。偵察や爆撃は昼間戦闘機でも行うことがあるが、総発撃退に余裕のある夜間戦闘機の場合はより他任務への転用が容易であった。上述の通り、発祥となった総発複座戦闘機は夜間戦闘機に用いられる以前より、偵察や爆撃任務に活用されている。 夜間戦闘機による迎撃が行われるようになると、同じく夜間戦闘機による爆撃機護衛も行われるようになった。総発戦闘機は格闘戦能力で単発機に対抗することは困難であったが、敵が同じ総発戦闘機であれば十分に対抗ができたからである。日本海軍の月光。 天外の後方に突き出しているのが、車重夜間戦闘機には大きく分けて2つのタイプがあり、それぞれ既存の機種を改造したものと夜間戦闘機として新たに開発したものに分けることができる。上述の通り、初期の夜間戦闘機は、かつて失敗した総発複座護衛戦闘機の別任務への活用であったが、 夜間戦闘機が普遍的なものになると、戦人機が新たに開発されたのである。待機後で昼間を主として活動する戦闘機のことを昼間戦闘機という。しかしながら、必ずしも夜戦自体は夜間戦闘機、夜戦飛行部隊戦人のものではなく、例として日本陸軍では一般の段座戦闘機にも夜戦のスキルが求められており、昼間戦闘機、 夜間戦闘機という区別は必ずしも当てはまるものではない。実際に日本陸軍航空部隊では一般の単発単座戦闘機を運用する一般の飛行部隊が太平洋戦争海戦当月である1941年12月の時点でイギリス空軍爆撃機を夜戦確実撃墜した戦火を記録するなど数々の夜間戦闘任務を積極的に行っている。その一方で 日本海軍では大半の丹座戦闘機及びその操縦員には野戦の技量がなく、また夜間任務自体が例外的なものであり、原則的に専用の夜間戦闘機、夜間飛行部隊が対処していた。第二次大戦では広く活躍し、ジェット機時代に入ってしばらくの間も夜間戦闘機の区別があった。しかしながら戦闘機に搭載するレーダーを用いた、 火器管制装置が発達すると、夜間のみならず高天下においても戦闘が行えるようになった。それら夜間、昼間、高天下すべてに適合した戦闘機は全天候戦闘機と呼ばれるようになり、やがてそれらが戦闘機を含む軍用機の標準機能となったため、夜間戦闘機という区別は消滅した。機種に気上空対空レーダーのアンテナを搭載した。 ドイツ空軍の BF-110 夜間戦闘機の特徴としては例外もあるもののなどが挙げられる。また、日本陸海軍とドイツ空軍の一部の夜間戦闘機は通常機体後髪型に向けた防御下機が強力である爆撃機に対し航空機関砲を多くは斜め髪型に向けて装備し並行して飛行しながら防御の薄い下側から連射を浴びせた。この搭載方式を 日本では海軍が車銃または斜め銃、陸軍が上向き砲。ドイツではシュレーゲムジークと呼ぶ、イカ中には昼間戦闘のみならず夜間戦闘にも用いられた機体、をも含む、目262の複座の練習機型 B-1、R 型にレーダー、電波ホーミング装置と武装を施して夜間戦闘機使用としたドイツ空軍の目262バイトの 1A。 1> u 一、上向き法二門を操縦者席と同乗者席の間に装備した日本陸軍の二式伏線、途流兵型低装備中央部主翼化に増装型レーダーユニットを搭載したアメリカ空軍の回マイナス82回下記の戦闘機は当初は夜間戦闘機として開発されたものの、その後は全天候戦闘機に分類されている。これ以降に開発されたジェット戦闘機は 開発当初から全天候戦闘機と呼ばれている。渡辺洋次、液冷戦闘機、非縁日独合体の銀翼文春文庫、2006年、P416、ありがとうございます。